皆さんこんにちは。さあ、頭の体操の時間です。 IQ が高い人しか解けない9つのクイズ。簡単に解けるクイズはまたのお楽しみとして、今回はあなたの論理的思考と推理力をフル稼働させてクイズにチャレンジしましょう。難易度は高いですが、準備はいいですか？さあ、始めましょう。各クイズの後に20秒のシンキングタイムがありますが、もっと時間が必要なら恥ずかしがらずに一旦動画を停止してください。クイズその1。瓶1本分の牛乳と瓶1本分の水をすべてボウルに移し替えてください。ちょっと待って、そんなに単純ではないですよ。条件はこうです。ミルクと水は混ぜないで分離させる。ボウルに入れた後、ミルクだけ取り出せるようにする。最後に、分離するために道具を使ってはダメ。シンデレラもびっくりのクイズですね。分離できないものを分ける知恵は浮かびましたか？20秒考えてください。はじめにボウルに水を入れて凍らせる。たったそれだけです。そして後で牛乳を入れたらミルクオンザロックの完成です。クイズその2。水の中に10分間潜るトリックが話題の有名なマジシャンがいました。ところがある日、ジョン・スマートという青年が現れ、彼はなんとマジシャンより2分長く水の下にいることができるというではないですか。マジシャンは声を失い、もしそれが本当ならジョンに5000ドル払う契約をしました。そして最終的にはジョンは賭けに勝ち5000ドルを手にしましたが、一体どうやって勝ったのでしょうか。ジョンは子供の頃から水中で息を止める練習を積んでいると思いましたか？それともジョンは両生類？さあ、20秒考えてみてください。ぶっちゃけジョンは少しズルをしました。彼は水の入ったグラスを持って12分間頭の上に乗せたのです。つまり12分間水の下にいました。どんな契約書でもサインする前にきちんと内容を読みましょうね。クイズその3。サム・プリンストンは人生に満足していません。うるさい上司に不満を持ち、仕事を辞めて新しい人生をスタートする勇気もない自分自身に怒り、バスルームで自分の眉間を銃で撃ち抜きます。弾丸も拳銃も本物です。しかしサムは生きており、怪我もなくバスルームから出ていきました。どういうことでしょう。普通に考えると不可能ですが、20秒間考えてみてください。打ったのは鏡に映った自分だったというオチでした。クイズその4。パズルやクイズ好きの人が集まる街があり、人口の 4% は電話局に登録していません。ここでもし私たちが電話帳から適当に40人選んだ場合、電話局に登録されていない人間は何人いるでしょう。おっと、今数学の計算式を使おうとしましたか？一旦頭をリフレッシュして20秒間考えましょう。
答えを聞いたらあなたは怒るかもしれません。せっかく数学の教科書を引っ張り出してきたのに残念です。答えは 0%。 電話帳に掲載されている40人から選んだのですから、当然全員登録されています。クイズその5。あなたのお誕生日会に7人のゲストが来ました。3回ナイフを入れて丸いバースデーケーキを均等に8等分してください。もちろん7つはゲストに、1つはあなたのものです。用意スタート。ゲストがケーキを待ちかねていますよ。はじめに垂直に切って2等分します。さらにもう一度切って4等分に。最後にケーキを横から切れば4つが簡単に8つになりました。どうでしたか？間違っても心配しないで、クイズはまだあります。クイズその6。目が見えるようになることを長年夢見ている盲目の男性がいます。ある日、医者が手術で治ることを彼に告げると、男性はこんなに幸せなことはないと大喜びしました。そして手術は無事成功。男性は電車で家に帰りました。3時間後に包帯を外すように言われていたので、まだ電車の中でしたが、ちょうど3時間後に包帯を外しました。そしてあろうことか、電車から飛び降り自殺をしてしまったのです。手術は成功したのに、なぜ彼はこんなことをしたのでしょう。このミステリーを解くために20秒あげましょう。夢が叶った男性はなぜ自殺してしまったのでしょうか。悲劇的な偶然が重なってしまったのです。男性が包帯を取った時、電車は真っ暗なトンネルの中だったので、男性はまだ目が見えないと思い込み自殺したのです。車内に電気はついていなかったんですかね。クイズその7。あなたの友達から2000円あげるので買い物をしてほしいと頼まれました。ただし条件があり、食べ物で、飲み物でもあり、牛の餌にもできて、庭で栽培もできるもの。一つでこれらを同時にできるものを一つだけ買ってほしいということですが、さてあなたは何を買いますか？食べて、飲めて、牛の餌にもなって、庭で栽培？こんなの無理と思いますよね。さあ、20秒お考えください。スイカを買いましょう。食べて飲んで、皮は牛の餌に、種は庭にまけば簡単に栽培できますよ。クイズその8。ある日、王様が罪を犯した男に死刑を宣告しました。しかし寛大な王様は男に死刑の方法を選ばせてあげることに。すると頭のいい男はある方法で死刑を免れましたが、さて男はどのような死に方を選んだのでしょうか。考える時間は20秒しかありません。もっと時間が必要なら動画を止めてくださいね。男は老子を選んだのです。100歳まで生きましたとさ、ちゃんちゃん。クイズその9。崖の端に置かれた木材の上に2
2人の男が立っており、1人は銃を持ち、もう1人を撃とうとしています。しかし相手を撃てば自分も崖から転落します。どちらか1人が生き残る方法はあるのでしょうか。実際どちらが死ぬのでしょう。このジレンマを解決するために20秒あげましょう。実際このクイズの答えはいろいろあり、皆それぞれ違った考え方をします。あなたのアイデアは何でしょうか。正解は秘密です。あなたを思考の淵に立たせたままにしたくはありませんが、たまにはこういうこともあります。あなたの推理をコメントしてください。どのクイズが難しすぎて解けなかったか教えてくださいね。この動画をクイズ好きの友達にもシェアしてください。高評価ボタンとチャンネル登録も忘れずに。プライドサイドにあるもっとクールな動画に簡単にアクセスできますよ。